おはようございます。川瀬のさんです。はい。いよいよですね、ハウスの方にキュウリの苗が段ボールで届いて、これからキュウリ栽培、キュウリの定食が、始まっていこうとしています。はい。で、ここ最近の出来事といったら、やっぱり台風14号、すごい激しかった台風が来て、で、その前も台風が通り過ぎていて、ずっとね、雨とか曇りが続いていたんですよね。はい。で、苗屋さんとか非常にね、今回は困ったと思うんですけど、台風対策とか、まあなかなか晴れないから。で、キュウリの苗が届いたんですけど、根っこがね、そこまで張ってないんですよ。はい。まあこれは前から、数日前から聞いてたことで、根っこが張りづらいということで、で、どうしようかなと思って、まあ、苗は届いたんですけど、とりあえず、まだ苗が届いたその日に、今日中には、まあ、植えないでおこうと、決めて、で、去年もそうだったんですけど、去年も天気が悪くて、やや根っこが張ってなかったので、何日か置いて植えたんですよね。はい。だからしばらく2、3日、根っこの様子を見ながら、とりあえずね、段ボールから出して、並べて、手換水はしないといけないんですけど、少しでも日が当たるように、根っこが張るように、調整していこうかなと思ってます。はい。で、段ボールの中に、まあ、入れたまんまでもいいんですけど、そっちの方がね、水が乾きにくいので、湿度が保てるので、段ボールのままでもいいんですけど、やっぱり日に当てないと根っこが張りづらいんですよね。はい。まあその分乾きも早くて、手換水もね、多くなってしまうんですけど、まあでもやっぱり太陽の光、それから曇り、雨ってね、天気ですごい根っこの張りが変わるので、はい、ここはもう、まあ面倒かもしれないんですけど、一個ずつちゃんと並べて、日を当てて、まあ根っこを育てていきたいなと思っています。はい。まあ、定食した後も、液肥とかを混ぜて根っこが張りやすくはするんですけど、やっぱり根っこが張ってないと、最初植えた時に風とかでね、すぐぐらついてしまうし、水とかかけてもすぐキュウリがね、倒れてしまうんですよね。この土台がしっかりできてないと。はい。で、やっぱり病気とかも出やすくなったりするので、しっかり活着して、ね、根っこが巻いた状態で植えていけるように、まあこれから数日、2、3日は待っていきたいと思います。はい。あれから2日時間が経ったんですけど、で、今日定食していきたいと思います。まだ完全ではないんですけど、やや根っこが生えてきたんじゃないかなと思います。まだね、土が崩れてしまうんですけど、で、植える前は土がね、パラパラ乾燥してると結構崩れやすいので、定食する前に少しこのポットの方に灌水してあげると土と根っこががっちり噛み合ってくるので、はい、まあ少しね全部灌水していったんですけど、はい、2日前よりかは、まあ、根っこが張ってると思うんで、水分を与えれば、まあ、あまり崩れることはないんじゃないかなと思います。
はい、今実際にキュウリの苗を植えていってるんですけど、今年はですね、株間45センチで植えていってます。去年は50センチ間隔だったんですけど、5センチ縮めて45センチの3ベッドですね。はい。で、キュウリの品種は奇跡という品種です。で、代理が黒龍という代理ですね。はい。去年は奇跡の品種にビッグアイという代理を使っていたんですけど、あのビッグアイの代理が途中で使えなくなって黒龍に変えてから、まあ、今年はその奇跡と黒龍の組み合わせで栽培していきたいと思います。はい。で、定植するときに下の方にですね、クリップがついてるんですよ。はい、この紫色の、これは下のかぼちゃの苗木とキュウリの苗を継ぐときに、まあ、折れないように挟むクリップなんですけど、これをずっとつけておくとですね、逆に生育の邪魔になってしまうことがあるので、もうくっついてると思うので、これを収穫しながらうちは外していってます。はい。まあ、なるべくね、スムーズに上に成長してくれるように外して、あと水管理とかをしていきたいと思います。で、トマトの時にも解説したんですけど、今回ね、根っこがちゃんと張るように、まあ、植えてからアミノ酸系と、まあ、微生物資材を一緒に灌水していきたいと思います。はい。まあ、少しでもね、やっぱり成長が早く、それから幼年消毒をしているので、菌がね、いい菌も悪い菌もその幼年消毒で死滅する恐れがあるので、そこでアミノ酸とその微生物を一緒に混ぜて、まあ、少しでもいい土作りになればいいなと思って、一緒に水管理と一緒にやっていきたいと思います。はい。一応水かけの時に、まあ、一緒にやる微生物資材とアミノ酸を紹介するんですけど、まあ、トマトの時にね、説明聞いた人もいると思うんですけど、まあ、ちょっとね、台風の影響で結構箱がボロボロになっちゃってるんですけど、はい。で、これは、まあ、こういう、ここに書かれてあると思うんですけど、いろんな菌が入ってるんですよね。はい。土壌微生物って書いてあると思うんですけど、で、ここには、ま、200倍から300倍とか書かれてあるんですけど、まだ苗がちっちゃいので、まあ、うちは500倍から、ま、1000倍ぐらいで、かけてます。500倍ぐらいかな。で、こっちも今回初めて使うんですけど、一緒に筋力アップと糖力アップを混ぜて、灌水していくような感じですね。はい、これは魚のエキス、黒糖。それから海藻エキス。で、これも500倍から、まあ、1000倍に薄めて灌水していきます。最初の手灌水の時に。はい、ここに筋力アップとの一緒で混ぜれるっていうことですね。で、窒素、リン酸、カリが、窒素が5、リン酸が1、カリが1入ってるので、まあ、成分的にはそこまで高くないんじゃないかなと思います。ちっちゃい苗の時から、まあ、いきなり濃い肥料を与えてしまうと、まあ、少し根焼けする恐れがあるので、まあ、最初は薄めでね、赤ちゃんに薄めて食事を与えるように配慮してあげるといいんじゃないかなと思います。はい。また去年とは違った栽培、それから代理とか、違う面とかね、たくさんあるので、今回は今回でしっかりと栽培していきたいと思います。まあ、初めての方はよかったら参考程度にしてみてください。ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。